はい、話せる持ってこい。これさ、マジでちぎれるよ、いい加減。マジでここ下がさ、俺ここ最近ここにリップクリーム塗ってんの。聞くって何、今全部言ったやん。ちょっと待って、泥棒いるんだけど。ねえ、100万人の盾、泥棒しないで。壁になんか物をかけるシステムを最近導入したいんだけど、参考にしたくて。どうやってかけてんだろうって。そうですね。それあれだよ、ちゃんと工事して裏に入れてるからね、あれを。それ聞いたから、うん、木を入れてるんでしょ。ただそう。おお、なんかずれてんじゃん、ちょっと。あれ、紐あ、木を入れて刺していいようにしたってこと。そうそうそう、丈夫にしてからやってるから。へぇ、石膏はダメだ、そのまま刺しちまえばいい。ダメだよ、そんな。石膏ダメだね。じゃあ長めの茎を刺しゃいい。ダメだよ。三点セットのこのこういう釘がいい。かけるあるね。こういう。あるね。ダウト。おてぃしたー。花粉症のこと。え、は、うるさい。お前がうるさい。こっちの気持ちは分からないでしょうね。いや、それはうるさくない。あ、俺さ、うるさは。でも花粉症さ、うるさいんだよね。ねえ、くしゃみ絶対こっちにしないでよ、道徳的に。ニヤニヤしながら覗き込むな。いや、もう花粉症の人マジで言ってほしいわ。いや、まあ、やめてほしいって、やめてほしいな、こっちで。本当に僕なんかさ、受け狙ってくるやん、起きた時に。うわぁ、曲もやべぇわ。滑ってんのにね。滑ってんのに。部屋の中にいるのに分かるわけないやん。怖っ。わ、ほんと一人じゃなくてよかった。だってさ、扉閉めたら花粉入ってこれんやんね。ね、本当にお前がいてよかった。マジで花粉症でありがとう。本当にありがとう、お前が。ツルツルの服着ればいいじゃん。ね。花粉症だもん。ちょっと飛んでる。お前らが近くにいる時点で終わってんだよ、そんなの。やめろ、花粉が飛ばすな。でもちゃんと LG スタイルを帰ったらかけてるから、花粉なんかないよ。来るときにきっと拾ってるだろ。普通に服が汚いんじゃねえの、お前らの。そんな気がするよね。ホコリじゃない、ホコリ。ハウスダストだ。マジでさ、ほんとこの季節なの。普通に東海オンエアっていうさ、グループっていじめの縮図だよね。少数はいじめ。このグループっていじめを、ほんと淘汰しすぎ。いじめを具現化したくないから。もうそれがローテで誰かに、誰かの周期が回ってくる、うん、それしかないの。とんでもないもん。やれる側のメンタルが大丈夫。そうだよ、もう。少数派になったらもう絶望だもん。いや、もう昔からそうよ、もう。お前、何からすんだ、バカ野郎。お前、何が分かる、かませろ、この野郎。ね、でも、これはモラルだと思う、俺。そう、汚い。これは、俺は本当に。なんか、俺が言いたいのはさ、花粉症の人をさ、全否定しちゃうじゃん。花粉症の人をさ、なんか、ってやんないじゃん。そうそう、それが人によるから。この人たちさ、なんか、ザラザラザラでさ、清潔感ゼロな感じでズビーってなるじゃん。俺まとめてさっきゴミ捨てたのに、このサブちゃん、嘘つきサブちゃん取ろうぜって言うから、慌てて今食べてってこうやってやってたの見てねえのか。ビジュアルだから。でも車とかすごかったじゃん。車はいいだろ、俺の車なんだから。でもそれも含めだし、あれもだってね、今ゴミ袋設置されてるけど、なかったらもうその辺に置いてるわけじゃん。なんか机だもん。いや、だからそれが良くないんだよね。だから喫煙と一緒よ。その喫煙自体は悪くないけど、他の人に迷惑かけるからダメだよって。これが喫煙と同じというのか、お前は。やりたくてやってるわけじゃねえんだよ。ハマってるんでしょ、その花粉症。ハマるわけねえから。花粉症今なら俺ウケると思ってると思ってる。バカか。可愛いと思ってんだ。うざすぎる、本当に。うざすぎる。心配してほしいってこと。チンチン。心配してほしいよっていうこと。黙ってろ。こっちは鼻かんでるから、黙ってろ。あ、面白くなってやろ。もっと面白く花粉症やってやる。面白花粉症で言わない。なんだからズビーって言ったら笑ってやるよ。もっと可愛いし。花粉症って聞いた。じゃあお前、今後もくしゃみ出るって思ったら慌てて脱いでここでうんこしてるから。くしゃみの反動で。ねえってうんこを飛んだけてやるから。黄色いからパッて、カウンターって。なんかもっと分かんないんだよね。花粉症は辛いな。朝起きた瞬間に分かるよ。あ、だから分かるわけないやん。今日赤だって。外やん、お前。外寝てさ、お前寝てんの。外出た瞬間、今日暑いなは分かるでしょ。いやいや、もうそれはね、温度だから。いや、だからそれなのよ。は、ああ目に見えない温度が分かるわけないやんって言われたとしたらどうするんだよ。ん、暑さなんて目に見えないのか分かるわけねえやん。で、なんか俺、わぁ、今日何度か暑いなとかじゃないやん。なんか、あ、今日暑いなって分かる。同じ同じ。俺も何らかのアレルギー結構持ってると思うけど、全く分かんないよ。花粉症、花粉が違う。あ、量はね、予備軍よ、なんか。なんかの、なんか量めちゃくちゃさ、ずっとクシュッ、量、クシュッ、止まれーって。
でも、花粉症だと思ったら花粉症になっちゃうから、俺は花粉症じゃないって言い続けるし、実際に今だってこうやって俺は平気でいられる。だから、かこの前明らかに花粉症だムーブ花粉症だった。いや、俺も明らかに聞いちゃったもん、まず。あれりょうさん、違う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 から。りょうさん、ちょっと卒業しようとしてるからな。なんか、アレルギーの科が単純に違うけど、何これ。まあ何かのね、強がりってやっぱ大事だ。負の感情で押しつぶされるじゃん、君たちってのは。それは大きい。いや、もうやれやれとすら思ってないよ、普通に。もう夏は暑いなぐらい、本当にまた暑い季節が来たなぐらいに。しかも暑いんだったら、なんかどうなったら涼しくなるかなとか、なんか考えるじゃん。いや、俺アレグラとか飲んでるよ、アレジオンと聞かねえんだよ。何それお前、お前、まさで川崎くんじゃん、その薬。ハッシュな大丈夫、このカメラの向こうにはもうとんでもない同志がいるんだから安心しろ。こんな狭い空間で話しちゃダメだ。注射してやる、ステロイド注射バンバンって。もう俺ジャックハンマーみたいになってやるからな。花粉症の人がお前らの味方して花粉症じゃないやつを叩くってこと。だからあのな、いつもな、やられる側はな、攻撃的じゃねえんだよ。知ってるよ、俺も結構そっち側だからさ。おかしいんだよな、やっぱよくないと思うよ俺は。大人数側に回った時にさ、攻撃的になっちゃう癖。みんなそうで、よくない。いや、知ってるよ。ダメだよ、ほんとに。それは誰にでも起こってるよ。いや、哲也もね、そう、知らず知らずのうちになってるから。加害者になってるから。俺の無意識論破しようとしてる。哲也こそよ。ほんとその通り、論破癖あるの。俺何やったから。え、なんか、無意識なんだよ、哲也の場合。俺すべてを受け止める覚悟で生きてるぞ、結構。あんま否定しないけどな。哲也はな、絶対に反発してくんだよね。お前それはねえだろ、嘘だろは言わないで、サウナ以外ね。それはネタだしな。そうね、ネタだって。うわぁ、本当はサウナ好きなんだ。抑えた。俺がサウナ嫌いなんじゃなくて、お前らが嫌いだって言ったの。サウナ嫌いじゃなくて、サウナ好きなお前らが嫌いだって言ったの。うわ、マジかよ、ショックだけ。サウナに恨みはねえよ、別に。それに関しては本当に花粉への恨みしかないもんね。花粉はマジで恨んでる。辛いんだろうなと思うさ。なそれはなんか本当にインフルエンザの方が楽だよ。一回インフルエンザになって終わるんだったら、まあ、絶対花粉症よりいいもん。間違いない。でもなんかね、ツイッターで僕見たんだけどさ、コロナとかだってさ、頑張って1年でワクチンがさできてね、まあこれを注射すればちょっとはどうのこうのってなったけど、花粉症は本当にめっちゃ薬飲み続けても一生治んないみたいな。じゃあとか悪い。薬飲まんでくていいの。じゃあ薬のせいでさ花粉症なってんじゃないの。俺飲んでないの、全く。もう毒裏返そうとした。裏返り待ちなんだ。ここ数年はもう逆に鼻水を出し続けてね。花粉食らいまくったら体どうなるのかなっていう実験をし続けて。それ注射も難しいけどな。去年ちょっと良くなったってそれで言ってた。あ、なんか言ってたね。いや、去年はなんか全体的におとなしかったらしい。誰か言ってた。今年ヘブンよ。今年ヤバいんだ。粉ヘブンよ。昨日今日がマジでヤバい。昨日の夜やばくなかった。マジでやばかった。普通に家帰って泣いたよ。もう昨日は笑うレベルだったもん。悲惨すぎて、こんなことあるって思ったよ。それ昨日打ち合わせしてきたの。はい。今日その薬の昨日はすごいことあったにしようって。こっちは気持ち分からないでしょうね。その心笑ってるね。いやちょっと古いんだよね。感傷が喜びを知り合って。もっと言いますよ。でもなんか花粉症のうざいのはさ、あ、なんか蓄積らしいやん。あーそう、ね、ネパオーバーするとね、言うね、コップの擦り切れが、そっきだったな、俺誰にでも突然なるんで。そうだから、この今ね、多数派になって袋叩きにしてる我々のメンバーの中から、いつかあの花粉症面が出てきて、なんだよお前ら裏切りやがってって、サンサンの構図ができて、逆に花粉症じゃないやつが嘘つきになる世界が来るんだよ。怖っ。本当なのかね。そんなったらでも責められるんだよ、きっと。その、まあ、それはその時にもう覚悟でやってるからね。分離対決ぐらいのフォーマットにしてやろう、その時は。花粉症チームと花粉症じゃないチーム。量がちょっともう風船の灯火なんだよな、ちょっと。いや俺大丈夫だよ、全然耐えるから。いやでも一番危ない、アレルギー。今アレルギー感じるしかないからいいけど、そのうちまたいろんな花粉が舞ってくるからね。不意に変な時期にまた来るんだよ、うん、秋とか花粉コントやらせるよ。花粉擬人化コント黄色い。で、ね、鼻に入ってくる場合。ああ受粉だ。花粉キャラやらせるよ。ああ、鼻毛がいかんのかな、全部でこうかな。俺もうなんか、いやもうできってて花粉入るとこねえやお前ら二人。はい、確かに、なんで鼻毛、何のために鼻毛あんのお前ら。鼻毛って
さね、なんか入らないようにさ、羽生えてるでしょ、うん、ボーボールさ、なんかもう入る隙間もないぐらい出てんのにさ確かに鼻毛が長いと詰まってるはちげえんだよ、考えろよまっすぐな目、鼻毛が単発でボサボサじゃなくて、俺はロングヘアの鼻毛が、うん、だから素通りしたら多分スカスカのハゲのロングヘアなんで、彼は。じゃあ、柴犬の鼻毛って何のためにいんの？いらねえ50代のロッカーみたいなのになる、捨てよ一番きれいな柴犬が鼻くそ巻き散らかし続けるところだと思うんだよね、そんなことはしてない、いや、いつも巻いてる車でいつも注意するもん、おい柴犬、ダメだよあ、うまいです人の車では絶対外に捨てるよいやほじってる時点でうざいっすよね花粉症の、ね、そのやめてくれ、花粉症のいいところは鼻くそっていう概念はマジで消え去る、あ、じゃあ今の期間いいんだ、鼻くそだってものが生まれるはずはないね、あ、ずっと流れ続けるからね、うん、でも徹夜とかどんだけ水分出てくるの、その水分すごいよ、だって昨日の夜はほんとピークだったから なんて言うんだろう、何体で例えようもねえな、ほんとずーってずーっと垂れ続けて、蛇口、うん、最後、田舎に行って撮ったから、運動が、うん、あそこやばすぎ、やばかったね、粘り気がなってくんだよね、そのうち、まずポタポタポタってなってくんだよ、ほんとに水が垂れてくの、え、耳鼻科には行った？耳鼻科行ってない、病院行ってみじゃない確かに、まずよ、うん、病院行くんだったら注射一発でなんとかなるっていう、シーズン一発で治るっていうやつがあるからさ、あ、そうなんだまずでも病院って何アレルギー確認するところからじゃない、スイッチ抜くの、俺イネスギハウスダスト、あ、それはやったことあるんだ子供の時、ああ。イネスギハウスダストハウスお前あの家でハウスダストアレルギー持ってんの、なんかね、前もあったなこのくだり、初期からハウスダストっていうのは親に言われ続けた、うん、お前がでっかいハウスダストやんっていうあと猫もあるしね、猫アレルギーは半端じゃないの俺はでも今の猫は克服でしょ、いやもうなんかコツだね、ああ、やるときやってるよね、やるときやる、目がパンパンになる、ね、自分ちで今もあるよ、ね、まだここまでで 2,3 回ぐらい、あ、面白い、勝ってんねすげえわ、辛いな、体調悪いふりしたいなってときこれバーバーって絶対やばい、そんなふりしたいときあるかねズビーがちょっとストレスになってくるんですよね、まあ耳障りだよね、ちょっと綺麗な音じゃないからな、いや赤ちゃんがオギャーオギャーってさ、多分どこになっててもさ、うっせぇなくそうってさ、何分だっても思わんけどさ、その花粉症のこのスタジオで多分お前ら2人でズビーだけどさ1回目あっってなる耳障りです、赤ちゃんだと思ってもう赤ちゃん仕方ない、仕方ないじゃん、え、でも仕方ないもん、勘でさ、なんか変わってるの今って、いつも思うけどさ、まあ別に垂らしていいなら垂らすけど、なんか詰めときゃいいやん、鼻血みたいに、なんかもうビシャビシャになってね、あ、もうすぐダメなんだ、あと吸わなくなって、このなんていうの、鼻の奥にマジでパンパンに詰まるのよ、うん、だからもう口呼吸すら辛くなってくる、ね、あ、そう、鼻で呼吸できなくなってくる、今は鼻は使えてるんだ、今はちょっと息が抜けるんだ、てつやの音だてつやずっとじゃね、そういや、それいつもよりやっぱ水分多めだね、やっぱ鼻、花粉症を許すか、うん、花粉症でいいやん、許す許すえ、許さない、花粉症のままでいいや、うん、歯磨こう、歯磨いたら花粉症許し、花粉みたいな色になってきてるマジでメンバーカラー奪わんねえよなんか最近また哲也の歯がヤバすぎるのブーム来てるよね、はい、マジできついな、さすがに歯垢じゃん、これ何したら歯石取ったら多分もう吸着だろうね、これまあどうだろうね、タバコもあるかもね、あれやればカパってやつ、あれって素敵なの、あれあれトランジスタ白くなってたよね、あれ分かんない、これ見てないけど真っ白になってたよ、やってたね、うん、ホワイトニング、あれホワイトニングだった、あれホワイトニング、ね、160万のめっちゃいいじゃん、160万のホワイトニングだったの、1本7万2000円すごい、で一撃であんな白くなるんだ、いやあれ重ねられたよね、何だか1年ぐらい前から始めてんじゃん、あれすごいいや、てつやでも逆にめっちゃ黄色、なんかブリーチしてほしいよ、ブリーチしたら白感じね、あ、そっか雪山に行った時にめっちゃ黄色いんだよね、哲也ナポリタン食ったぐらい、はい、ちょっと赤い時もあるとね、このまま色悪くし続けたらオレンジになるんだねメンバーカラーだから、そのままじゃ芝居奪っちゃうからね、そっか、そう、でもなんかね、歯を磨かせてくださいみたいなコメント多いけど、多分磨いても変わらないんだよね、それもう変わんないだろう、うん、歯医者に行くのは本当に嫌なんだ、いや、俺の3月の目標は歯医者に行くよ、ああ、いいじゃん、え、てか今年の目標だったら、ちょっと磨く、全く最近、いや、一昨日ね、数ヶ月で磨いた、おお、すごい
そういや。とするよ。ズワッ。え、血出るの？やっぱけど出る。めっちゃ出る。いやもうそれ病院行きなよ歯医者。なんだよ、歯槽の脆そう、てかそう、歯は、うん、なんかね、歯の色はいいけど、歯抜けるのはな。そう、それはもったいないなって思う。うん、いつかいきなりこう、食ってたらいきなり前歯、あれ歯取れてるやん、なんかマジで。めっちゃおもろい。めっちゃおもろいよ、笑えたら、今までいきなり。それはさすがに、涙出てくれよ。でもさ、いいのってじゃが。ヒカギンさんのさ、動画あったやん、あの、歯が取れてしまいましたっていう釣り動画。え、ヒカギンさんの釣り動画あったじゃん。釣りなの、あれ釣りなの。でも俺は釣られた、うん、内容なんだったの。あの、人肉のね。そうそうそう、ヒカキンさんの俺サムネでそれ見抜いて釣られんかった。あれ、合成だって。あ、そうだ、絶対これ人肉のやつだなと思って絶対見ねえぞって思って見んかった。あれか。そうで、あれを見て思ったんだけど、やっぱ歯がないとめっちゃブサイクに見えるんだなと思って。なるほどね。うん、佐々木孫悟空さんみたいになっちゃうよ。死んじゃう。なんで歯のない方で佐々木孫悟空さん。桜井さん好きなんでしょ。はい、どんどん、え、桜井翔さん。はい、実はさ、自分の大好きな人がさ、歯巻きっきりさ、天井くんの人が好きなんですよ。嫌じゃない。ちょっと今俺どの立場で考えてだから、哲也もやっぱり気になった方がいいんじゃないってことだ。え、翔くんにそんな思いをさせちゃいけないよってこと。そうそうそう、翔くんのためにってことですか。あ、お前らそのメンタリティがないんだ。どういうことですか。ダメだな。哲也の大ファンの歯が黄色かったら哲也は嫌だ。いや、わからん、わかんってなっちゃうってことでしょ。いや、別に嫌じゃないな。知らん。じゃあ、桜井翔くんの歯が黄色かったら嫌じゃないって言われたら、まだ、ね、なんて言ってんだよな。説明しなきゃわからんよ、じゃあ一生わかんねえと思う。俺の歯が黄色いことによって、桜井翔くんが嫌な気持ちになるといけないからってことだよね。いや、なんか、うん、なんて言ったらいいの。まだするこの話。まあ、なんか清潔感の話を。感じてほしいね。哲也の不潔なイメージでもちょっと家で撮ってない分薄れてる感あるよね。ああ、まあ、世間的にだ。ツイッターに哲也の車汚いの載せたら思ったよりみんな驚いてたから。いや、哲也元からこうでしょ。あれで驚かれるんだね。昔からこうだと何も変わってねえよ。むしろね、あそこで住んでるってさ、ね、驚いてほしいんだよ。そうだよね。足元パンパンなの。ファンカーゴ時代すごかったね。じゃあファンカーゴの画像見たらみんな驚くよ。ファンカーゴ車乗った瞬間何の匂いって。いや、今でも思い出すわ、ファンカーゴの匂い。わかるわ、うん、酸っぱい。助手席もね、だって BM 出てたら助手席になんか下にファミチキが放置しちゃってエアコンでファミチキが慣れた。ファミチキ救い合うよ。マジで地獄だったもん。フェス、でもなんか今の家ちょっと綺麗だよね。まあね、人にやってもらってるとかでかいな。同居人がいればね、付き合いだからいいよね。人を雇うって本当に重要なことだなって気づいたわ。哲也がやる必要ないやって。そうそうそう、誰がやっても同じことはやってもらった方がいい。でも生活力はどんどん落ちる一方だよね。いや、俺の生活力は上がってるよ。その俺がやる必要ないからね。人を使うことによって上がってるってことでしょ。そうそうそう、個人能力は下がってるわけじゃない。いるかいらないかで言ったらまたそれぞれだろうけど。そうね、個人能力はまあ、あの度外視だからね。チームで戦うんだね。チームで戦う。まあ、そうか、それなら、ね、別に問題ない。まあ、ありそうね。よかったね、チーム組めてね。チーム組めるような感じになったからチーム組んだ。最強チーム作ってやった。最強医者を超え家でチーム掃除担当、おいし料理担当、海賊団すぎ。廊下に貼っといてこういう写真。掃除係。ユニークだよな。いいチームだな。確かに、ね、海賊船みたいなもんだろ。え、家でもそうティッシュそうやってやんの。家はあれだね、ゴミ箱にそうだ。ああ、大きいのあるんだね。こんなでかくないから。だからこうやって噛んでな、このゴミ箱に。あー、メイトそれで、それいつもどしみ。投げる前に行っちゃうからさ。昔出てたの実家時代とかさ、うん、もうちゃんとゴミ袋に入れないじゃん。ゴミ袋の方向に投げ続けるじゃん。ああ、そう。で、投げ続けてもその辺一体がティッシュバーってなって最終的に精子そこに出しててよって。え？あっさってなって部屋の角にゴミ箱置いてあったんだけど投げるじゃん。で、まあ外しながらもいつかパンパンになって、あの気づいたら角がこういうなんていうの、こうティッシュやな。あ、白堀みたいになっちゃったんだ。ティッシュの坂道ができてて分裂箱になっちゃったな。レトリックスのあの倉庫の中、金庫の中みたいな。あ、そう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 、もうバイバイになってた。わーってこうなってたから、もうこれ絶対に外すわけないなと思って、もう
川に溜めてね。それでお前シコロニーができんだよ。シコロニーね。でこう持ち上げると固めに出てくる。すごい。あれすごかったな、なんか匂い甘かったもんな。シコティマジで甘いの。シコティみたいな。ねえ。やべえ。今だからすごいまともな生活してるやつ。そうだよね。まああれを考えれば確かに。徹夜の孤独死とかしたら大変だねもん。てっちゃん、てっちゃんごとくしたら腐るの早いんだろうな、なんかうぅぅ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 ぅ、腐るの早そうだな。まあじゃあ徹夜推しのね、皆さんはてっちゃくんはここから何ヶ月間くらい続くの、その花粉症は。どうだろうね、いつもどんなもんだっけ。5月とか。5月だね。5月台には収まるんじゃないかな。今はピークな気もするけどね、って思いながらさ、ピーク一生続かん。そう、山火事なんだよね。こんなきついことねえだろって思う日々が毎日続くんだよ。日々炎症してるんだから。無限鼻炎で、それが慣れてきて来るってか。うわなりたくねえな花粉症、結構トップレベルに嫌だな。予防があるんだとしたら本当にやった方がいいよ。絶対やめてくわ。薬飲みます、普通に病院行って。いやまあ行きなさい、本当に注射を打ちたい。耳鼻科の歯医者ね。徹夜は歯医者は行きますよ。おー最近ちゃんと化粧水も全部やってますからね。それめっちゃいい。優先順位違う。てっちゃん化粧水の話めっちゃするよね、なんか。なんでそんな G1 系なの。タオル、このタオルとか使ってんだみたいな。タオルかぶちゃいけないからね。タオル系のタオル。顔系でも歯巻き系はね。意味ないじゃん。じゃあ、また明日も花粉症の話聞かせて。新しい花粉症の話。またなんか面白い花粉症の下りあったら教えて。一生噛むの我慢して食べる。いやめっちゃおもろいくらい考えよ。花粉症も面白くなり考える。花粉症コントやって、花粉症コント待ってるよ。やってやろう、作ってきてやるよ、コントやろう。何最後、何だこれ。いや欲しいわ。